こんにちは、はがちゃんしゃべるのコーナーです。すいません、ちょっと目に、眩しい、黄色い色で、失礼いたします。まあちょっとね、業界ではですね、中年親父の独り善がりなんていうふうに言われてる、このコーナーなんですけどね、今日はねちょっと、サスキ社の追い切り終わりましてね、面白い話がね聞けたんで、発表したいかなと思いますね。まあね、重賞2勝、皐月賞出走馬の中でね、唯一重賞2勝をマークしている、イスラモニータなんですけどね、まあ今日、海老名騎手は乗らなかったわけなんですけど、まあちょっとね、話が聞きたくて、寄ってったわけです。そうするとね、こうね、原稿を書くためにね、面白い話、いい話聞こうなんて思ったって、そんなもん出てこないぞなんて、言ってたんですけどね、だんだんね、こう話してるうちにね、いろんな話が出てきましたね。まずね、まあ現役のジョッキーとして、20数年、まあその前のね、競馬学校なんていうとこから入って、考えますとね、もう30年ぐらい、競走馬、調教、実践含めてね、乗ってる海老名ジョッキーなんですけどね、このイスラボニータのフットワークに関してね、記憶にないと、今までにないね、フットワークをねする馬だっていうことを言ってましたね。とにかくね、こう前足をねピーンとこう前へ伸ばすんだと、初めてだなっていうことをね、これだけのフットワークする馬はね初めてだと。であれだけ上げるってことは、結局このトモ、後ろ足ですねが強くなければダメだと、この結局バランスがいいんだと、そして俊敏性があると、いうことをね、言ってました。ちょっとね、まあ私、過去の名馬で言うとね、こうシンブリルドルフっていう七冠馬がですね、やっぱりね、こう前足を投げ出して走る馬だなっていう、まあ、当時私中学生だったんですけど、シンボリ・ルドルフの走りを見てね、ちょっとそう感じたことがあって、イスラボニータに対してもね、ちょっと近いものを感じてたんで、あ、なるほどななんて、思った次第です。元騎手のね、ちょっと岡部さんにお話を聞ければね、よかったんですけどね、ちょっとそのタイミングを逸してしまいましてね、その話に関しては、まあ、また明日以降と、いうことでね、ちょっとお話聞いてみたいなと、思っている次第であります。まあ皐月賞の話はまあここまでにしておきまして、今週ねちょっとね面白いなっていう、まあ馬券的にね、2頭仕入れたんですけど、残念ながらね、現状では、出馬ラッシュによってね、除外対象と、いうことなんですけどね、まあ、そのうちの1頭だけ名前をね、言っときます。星野忍厩舎のね、ヤマニンクレマという馬ですね。調教ね、普段つけてる、星野薫助手、調教師さんのね、ご子息ですね、によりますと、姿形まるっきりね、グランデスバルと一緒だと、違うのは性別だけって言ってたんでね、じゃあ能力もっていうふうに突っ込んだんですけどね、まあ現状ね、500万下の馬なんですけど、いずれ同じクラスで走る可能性はあると、いうぐらいね、期待をしているものですね。グランデスバルが今1600万で、まあ、メンバーの濃いところでね、2着3着に、来ているものなんでね、卒業してオープンに行っちゃうかもしれないんですけど、そういう馬と比較して、同じクラスで走る可能性があると言ってますんでね、名前はねしっかり覚えておいていただきたいと
思いますね。山人クレマでございます。以上です。